こんにちは、こんばんは、ナチャンネルです。ボナボナ、本日もプロスペース実況を頑張っていきたいと思います。ということで、皆さん、こちらご覧ください。昨日の動画で手に入れた坂本選手を早速極みにしまして、キャプテンにしました。で、昨日の動画で言った予定だと今日無課金赤やるよって言ったんですけど、もうちょっとね、タイトルとサムネにもあるように、もうちょこれ極みの坂本選手作ってしまったので、ちょっと久々にね、まあ、初日っていうこともありまして、リアタイをねやっていこうかなと思います。ちなみにこちらの坂本勇人選手なんですけど、称号やろうかと思ったんですけど、まず称号チャレンジやった時に坂本選手めちゃめちゃ使っちゃったのと、まあ最初から同値だからまあね、いいかなっていうので、まあ、称号はやらないでおいて、特殊やったら一発で、メインポジが上がってくれたので、まあ、守備適正も80になったと。でも特殊能力はもちろんマックスですね。もう現状最強の坂本選手が生まれてしまいました。なので、ちょっと今日は、この坂本選手を使ってリアタイの方をね、やっていこうと思います。で、今回は、坂本選手でホームラン打つまでね、もちろんやっていこうと思います。無課金アカウントのね、契約書とか、ガチャとかは明日やります。それではリアタイやっていきたいと思います。てなことでリアタイやっていきましょう。ちなみにブロンズランク1なんですけど、これって全員そうなんですかね。始まったらブロンズランク1ってやばいな。これまたなんか言われちゃうよ。そんなんでブロンズでやるなよって言われちゃいますね。許してください。はい、よろしくお願いします。これは全員やるなのかな。ブロンズからやるのかな。リアタイマジでやらなすぎて本当にわからない。ちょっとお手柔らかにご覧ください。さあ、ペイペイドーム、相手山本昌投手でーす。ということで1番に入れておきました。坂本選手パワーヒット広角出てるよ。これ打ちたい、いきなり。いや、対久々どう、あ、こんぐらいのスピード感か。マジで覚えてねえよ。いきます、打ちます。あー、こうスクリュー嫌いなんよね。おーい、やらかしたわ。1番にしとくんじゃなかった、こんな慣れてないのに。2番にしとけばよかった、せめて。もう打ちます、もう打ちます。ここから打ちます。おいえ、早すぎちゃった、早すぎちゃった。この球種の少なさで打てなかったらマジでやばい。ボール、オッケーオッケー、絶対レニクル、絶対レニクル。うれ、あー、ヘタッピーだー。ヘタッピーだー。スクールやばい。オッケー、オッケーオッケーオッケー。いやー、マジやばい、本当にやばい、本当にリアタイをやってるのが怖い。さあ、まず1球目。よしよしよし。最初は、あー、いや、城島選手かな、キャッチャー、多分甲斐選手かな。城島選手の気がする。よっしゃー、オッケー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 、なんとか合わせられました。よしよしよし。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。オッケー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 。よし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 。さあ、リアタイオーダーはね、なんかあんまいじってないんですよね。ピッチャー変わるかな。早間選手なんで結構スピリッツも低い選手結構出てきますよ。松井選手が3200かな、いまだに。ああ、取れたかな。ああ、まあもう3点入ったんで気楽なんで、このままいきましょう。はい、惜しい。えぐいな。冷静に打線がえぐ、打線の。赤山選手、これ新しいエースやん、2021やん。今気づいた。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが新庄の強打のバッターですね。うん、そうですか。入ったかな。よし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 。えぐいな。これって5点だと強制コールドになっちゃうんだっけ。西選手初めて使う。また変わる。うわー、俺がマジで嫌いな山瀬選手だ。え、めこの人めっちゃ新しいの当ててるな。よーし、ナイスバッチン。待て待て、このまま来ればもう一回坂本選手に当たる。いえいえ、小林選手打つんや。うわー、惜しい。
惜しい。ボール。この球は外れてます。お前選手打ってくれ。さあ三球目は何か。お、いいんじゃない？ああ飛びすぎないよ。飛びすぎないよ。さあこれ。さあ守備適性もめちゃめちゃいいよ。ライトレフト以外 B 以上めちゃ強いよ。バッターは西川。点差を詰めるには先頭バッターの菅野選手もあれでしたね。まあ、D ランクしかまだ出てないですけど、ナックルカーブになってましたね。カーブはうまい。さすが王さん、守備適性 B です。ナックルカーブ楽しみですね。 D ランクもあと誰か動画出してる人いるのかな。もう OK、 これマジ5点差って終わっちゃうよね。そんなことない、落ちますよね。よっ、振ってこねえな。この菅野選手はもう2019とかじゃね、使ってんのこれ多分。菅野選手2体持ちなんですよね、地味に。もういいかな、新しい方使っちゃっても。だからこっちの方がね、ステータス的にもあれなんですよね。勝っちゃいました。はい、勝っちゃいましたね。対戦ありがとうございました。これリアタイもね、やってると楽しいんだけど、なかなかやっぱ時間取れないんだよね。ということでもう一試合いきます。さあ行きましょう。いや多分俺より打ってるな。さあ、高校かな。高校行きましょう。宇都宮選手のなんか配球もね、めちゃめちゃ動画出してる方いましたよね。まあ、あんま見てないんで、わかんないですけど。そうですよね。そういう意味でも、1、2番バッターには注目していきたいと思ってますね。なんかスクリューをめちゃめちゃ引っ掛けちゃうらしいね。やっぱ高さで変化が変わるからかな。まずは先頭バッターを打ち取っています。よっ。あ、ほら。やっぱ打ちづらいんかな。宇都宮選手、まあ、リアタイ全然やらないからわかんないんですよね。この回の宇都宮2球でアウト。あっという間に2アウトです。まあ入れに来る変化球あかんか。いや、スクリュースクリューできたからな。頭に入ってると思うんだけど。いや、めちゃ打つやん。やぶね。よかった、入れられたかと思った。危ね危ね危ね。タイピン来てる、タイピン来てる。先制のランナーを得点圏に背負います。よっ。ああ、ファルか。よ、ベストピッチめっちゃ出る。おおおおお。内へのスライダーはボールになります。よ。これはあかん。よ、おベストピッチマジで出るな。いやー、ファル。危ねえ。リアタイの配球マジで全部忘れたわ。これどうだ。お、振るんじゃない。あ、来たー。オッケー。長嶋監督から。さあ、さっき打てなかったんで坂本選手打ちたいですね。森本選手とか分かんねえ配球。チェンジアップあったの確か。よしよしよし、打ちたいよ、打ちたい打ちたい。あー、くそ。あー、こういうの無理。ちょっと頼むって。これ来たんでしょうけど、見極めましたね。はい、高めストレート外れてボール。あぶねー。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。あー、もう最悪。もう高本選手で打てない。さっきの人より上手いね。全然階級してる感じがする。あー、落ちたし落ちたし落ちたし。うわ、めちゃ前いる。そう、ボールだったかな。2アウトになっています。先発ピッチャー森本、そしてキャッチャーは森。このバッテリーはジャイアンツ打線がこの辺に落としてくるな。もう張ってようかな。あー、もうやばい、まずいまずいまずいです。宇都宮選手わかんないよ。宇都宮選手のな、抑え方がどうやって抑えればいいな。これもうビタビタに投げ続けるしかない。あ、やったやった、振ってくれた。ラッキーラッキー。バッターは DH グラシアル。
この辺にポイって掘ったら振ってくれるかな。打ちました。よーし、 OK、 OK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 。 いやいやいや、ヒット数負けとかもあったよね、確かリアタイって。この回の宇都宮3球で、よっしゃー、やっぱスクリュー打ちづらいんだろうな。 OK、 ちょっとこの回1点取ったら勝ちだもんね。ちょっと1点取って勝ちたいな、普通に。ホームランも全然打線的にありえるから。バッターはクロマティ。これやばい、このフォークマジで打てる気しないわ。これは打てる、これは打てるんだけど、くそー。この回は一人一人がつなぐ意識で打席に入ってほしいです。ああ、もうこれはカットするしかねえな。ちょっとやばい。あー、ボールなんよ、ボールなんよ。マジミスったな今、ボールだったな。まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球。よしよしよし、もうボールは振らん、ボールは振らんぞ。よし、このフォーク来る、ここのフォーク来る、ここのフォーク来る、来る。スライドだった。あー、分かんなかったな。ちょっとストレートだったら振ります。よっしゃ、来たー。狙い撃ちがちです。よし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 、まあまあまあ、坂本選手打つのは目標なんでね、今回。ちょっと坂本選手で打たないとこの企画終われないですよ。よし、3試合目。みんな勝率10割なんだけど、当たってる人が。やだな。あー、千賀投手か、千賀投手嫌いなんだよな。ストレート速いの打てねえんだよ俺。よし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 、おら、いったろ、おれー、きたー。初回先頭打者初球ホームラン来ました。もう満足です、この企画終わります。狙ったけどな今。おお、よし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 。いや、相手の人やばいと思ってるだろうな、これ2球でフォークとストレート打たれてる。まだ序盤ですし、まあ、ツーシームで来るよね。打たれた球して投げにくいよね、人間の心理で。あー、くそ、飛びすぎ飛びすぎ。引っ張らねえとな、ここは。外野前進してんのか、強気やね。よっしゃい、さすがにこれ取らないよね、焦った。よしよしよし、いい流れ、いい流れ来てる、いい流れ来てる。中間守備、あ、間違えた間違えた、危ない危ない、怖い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 。ゴール。よしよしよし。やはり先ほどの勝ち越しホームランですよね、あれが効きましたね。あー、落ちろねー。ストレート来たら一番やばいな、普通に。ストレートが一番やばい、多分反応できない俺。はい、ボール、オッケー。甘いとこ来ないかな、甘いとこ来て。ツーシームでしょ、多分。はい、ボール、オッケー。よく見たね、今のは。今のマジよく見た。よしよしよし、長嶋監督。満塁、でかいよ、これ。一発入れたい。ボール、オッケー。この辺にツーシーム来られるのが一番嫌だな。おい、よー、ボールか。入ったかと思った。よしよしよし、フォーク来る、フォーク来る。あー、ツーシームね、ツーシームご両親ね。今打てたな今の。よし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 、これ入れに来る、絶対入れに来るよこれ。なんだろう、ツーシームかな、外ツーシーム、外ツーシームだろう多分。ストレートかい。まあまあタッチアップなるしこれは。オッケー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 。でかい、この2点目でかい、地味に。千賀投手から2点でかい。いや、ここ行くな行くな。初球は何か。よしよし、もう一回、ここ1、3でもう行ってほしい。あー、ツーシームじゃなかった。まあ、オッケーオッケー、でかい、この2点でかいよ、この2点でかい。相手の人の極み、極み、極みやん。いやー、マジ、これ勝ちたいな。これ勝ちたい。もう初球ここやろ、もう定番。打たないで。よし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 、オッケーオッケー。堀内さんももうね、ドロップカーブ投げまくりだと打たれるけど、ドロップカーブくらいしかね、抑える球がないんよね。おおおお、いいよいいよいいよ、ボール弾送ってくれたよ。シュート一発投げてる、振ってくれ。いや、ボールボールボール、危ねえ危ねえ、ボールよ。
これボールになって、いいいい、素晴らしい、完璧、でかいな、攻撃と守備の時間の差だいぶいいよ。ちょっと守りでこのままいきます。さあ勝ち球で1人出てほしいな。いやー抜けた、あーくそ、どん詰まり。このままいきます、小林選手。まずは先頭バッターを打ち取っています。あ、これは、あさあ、2打席が来ました、坂本選手。ここ打ちたいね、ストレート打ったから。もう一球来た、あーくそ、早すぎたな、早すぎたな。よしよしよし、フォークが一番このやばいんだけど来ないな、全然。よし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 、フォーク来そうなんだけど、あーくそー、いい感じだったんだけど、やばい、僕待っちゃった。どうどうどう、いやいい、坂本選手いいよ、めちゃめちゃいい、最後の最後で活躍してきましたね、坂本選手、さすがです。追加点の欲しい場面、何が起こるか分かりませんから、あーフォークか、もう1点欲しいよ、ダメ押し欲しいよ、これ。際どかったですよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。155キロ。よしよしよし、でかい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 。でかい。この1点でかい。よしよし、まだチャンスまだチャンス。まだ、うわ、タイピン来てタイピン来て、ツーシームえぐい、ツーシームえぐいよ。よしよしよし、ツーシームえぐいだけ覚えてこ。ツーシームえぐいだけ覚えてこ。これや、あーくそー、もうちょい下だったね今。いやでかいよこの1点。いやー堀内選手勝ちたい、このままボール押して勝ちたい。甘いか、あー入っちゃったね。よし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 、この辺ここボールになるはずなんだよな。あーそれ甘い、よし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 、意外とコントロール良くないよ。てかやばい、スピリッツ負けしてるから、ゴリゴリゴリられてるスピリッツ。よしよしよし、もう一球投げとこう、ボールにボールに、あーオッケー、まあまあいいでしょう。高めからのチェンジアップ、これ甘いかな、これ打たれるだろうな、これボールですけどね。同じところにストレート、よいしょ、よーしいい感じ、うん、追い込んだらもうこれよ、 OK。 いやーいい流れ、もうここホームラン打たれてもね全然追いつかれないから、もう気楽よ、もう一球投げてやる、ここにいけ、やったれー、よし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 、これボール、これボール、ボールにボールに、おー入っちゃったね、今いけ、あーこれはボールすぎ、おお打ってくれた、全勝、ありがとうございました、試合ありがとうございました。はい、ということで本日の動画いかがだったでしょうか。まあね、きっとブロンズランクなんだからみたいなコメントが来ちゃうかなと思うんですけど、まあ個人的にね楽しめたので良かったです。坂本選手も結局ホームラン打ってたんで良かったです。まだねリアタイ全然やらないんですけど、たまにこうやって楽しむ程度にはねやりたいと思ってますので、ぜひぜひ見てくれたら嬉しいです。この動画面白いと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。チャンネル欄の横の通知ボタン押していただけたら、動画があったらすぐに通知が飛んでいくのでぜひそちらも押してください。ということでまた次回の動画で会いましょう、バイバイ。